皆様、本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。ちょっと慣れないこのような登場で緊張しましたが、楽しんで今日終わりたいと思います。はい、もう先ほどでも指でこうリボルバー構えた瞬間やっぱりちょっとリリーが見えました。やっぱり本当ですか。はい、やっぱりダークヒロインということでやってみました。はい、この作品に主演すると決まった時のお気持ち伺ってもいいですか。はい、そうですね、やっぱり原作を読んでもすごいこうスケールの大きな作品だったので、これが映像になるとどんな風になるんだろうっていうワクワク感がありました。でアクションシーンがやっぱりたくさん描かれてたので体作りが大変だなっていう風に思いましたが、この作品をきっかけに髪も切ったりとかしてまた新たな挑戦だなっていう風に、ワクワクしました。スクリーンで会えるのが本当に楽しみですが、完成作への期待も教えてください。そうですね、やっぱり見てくださるお客さんを物語にいざなって、そして心が揺さぶられるようなそんな作品になるといいなと期待しています。期待しております。